増税メガネこと岸田首相が党首を断念。ポスト岸田に期待がそんな中、日本の F3 戦闘機開発が注目を集め、2030年には初号機の製造開始という情報を入手しました。どんな機体性能なのか気になりますよね。今回は日本、イギリス、イタリア3カ国での開発加速と2035年日本 F3 戦闘機完成予定について見ていきます。日本が独自に設計したエンジン新進や XF9 を量産していけばいいのでは、という意見が多いようです。2035年から退役予定になっている F2 戦闘機後継の次期戦闘機の開発ですが、2020年10月に三菱重工業が主幹になって、7社、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC が参画して進められてきました。しかし、これまで単独での戦闘機開発の経験に乏しい日本だけで、次世代戦闘機を純国産で開発するにはかなり難しいと予想されました。とこで、戦闘機開発における最新技術を持っている海外企業との技術連携が必要となり、協力企業としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社が挙げられていたのです。この3社の中では、すでに航空自衛隊に導入されている F35 ライトニング2や世界最強とも言われている F22 ラプターなど第5世代ステルス戦闘機を開発した実績を持ち、F2 戦闘機のベースとなった F16 ファイティングファルコンの開発元でもあるロッキード・マーティンが技術提携先として最有力視されていました。2020年12月には、ロッキード・マーティンにほぼ決定され、さらに次期戦闘機テンペスト開発を進めていた BAE システムズやロールス・ロイスなども、共同で開発を進めているレーダーやエンジンなどと、同様に協力を依頼する方針ということが報道されていたのです。しかし、問題がありました。ロッキードとの技術提携には、F22 や F35 製造で培われたステルス技術が活用されるだろうと期待が膨らみましたが、かつて、同社の F16 をベースとして開発した F2 戦闘機の重要システムの肝心な部分の情報がブラックボックス化されたため、アメリカ側の了承なく日本が回収できないという弊害が生じたので、次期戦闘機に関しても、同様の状況が懸念されていたのです。一方、イギリスは、ユーロファイタータイフーンの後継機種として、次期戦闘機テンペストを、イタリア・スウェーデンと共に共同開発を進め、ヨーロッパの次期戦闘機の座を、フランス・ドイツ・スペインの共同開発による F キャスと争っていました。イギリスは、テンペストの開発費用確保と経費削減を狙って、テンペストと同時期に次期戦闘機収益を目指している日本に接近していたと推測され、日本は、ロッキード・マーティンとの技術提携を不安視しているので、両社の思惑が一致したわけです。これによって、2022年5月、日本政府関係者は、政府が、これまでの方針を大きく転換し、海外の開発支援企業をロッキード・マーティンから BAE システムズに変更する意向ということを明らかにしました。この方針転換の背景について、軍事評論家などが理由を考えているようです。アメリカでは、第6世代戦闘機の開発計画が進んでおらず、ロッキード・マーティンの関心が低く、技術提携に乗り気ではないということ、次期戦闘機との連携度は高くはなかったのです。イギリスとは、テンペストと次期戦闘機の開発時期がほぼ重なる上に、レーダーやミサイルなどの装備品分野でも、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることを理由として挙げるようです。2022年7月19日、イギリス政府は、日本とイタリアの3カ国の協力を強化して、次期戦闘機の共同開発を実施すると発表。日本とイギリスにイタリアが加わった理由については、テンペストの開発にイタリアが参加していたこと、イギリス政府は、日本とイタリア両国が、共に F35 を運用していること、過去に共同演習を実施していることなどを挙げました。さらに、8月14日、日本の複数の政府関係者は、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト開発計画を統合し、共通の機体を開発する方向で最終調整に入ったと明らかにし、
イタリアが参画することも公表しました。そして、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、第6世代 Z 戦闘機の共同開発プログラムとして、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP、グローバル・コンバット・エアープログラムを立ち上げ、共通のジェット戦闘機を共同開発して配備することを発表。2024年内に、各国や各企業の開発担当や費用など分担詳細を決定し、2030年に初号機の製造をスタートし、2035年には納入するというスケジュールを明らかにしました。GCAP に参加する企業ですが、日本は三菱重工業が主契約者となり、三菱電機が電子機器担当、イギリスの主契約者は、BAE システムズでエンジン開発担当としてロールスロイス、ミサイル開発には、MBDA UK となります。イタリアでは、レオナルド S.PA が、主契約者で、イギリスにミサイル開発を担当する子会社のある MBDA が、ミサイル開発で参画しています。なお、GCAP に、サウジアラビアが参画を希望していると、イギリスのファイナンシャルタイムズ紙が、2023年8月11日にスクープとして報じています。7月に岸田首相がサウジアラビアを訪問した際、参画への希望を伝えていたと言われますが、2024年2月時点でサウジアラビアが GCAP に参画するという情報はありません。イスラエルのガザ地区侵攻や、それに絡んだイエメンのフーシ派による航海での西側諸国の民間船舶攻撃などの影響があるのではないかという推理もあるようです。2023年9月、日本、イギリス、イタリアの各政府は、次期戦闘機開発を統率するための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと、複数のメディアが報じていました。本部はイギリスに置き、組織のトップに日本人が就任する方向で調整されているとして、年内にも正式合意する見通しであることも伝え、同時に3カ国間で本部の所在地などを盛り込んだ政府間組織創設に関する条約を締結する予定で、日本政府は来年の通常国会に条約案を提出し採決する方針ということです。また、開発の中核となる日本の三菱重工業と、イギリスの BAE システムズ及びイタリアのレオナルド S.PA は政府間組織からの発注に基づき機体設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるそうです。その JV の本社機能をイギリスに置き、初代トップはイタリア人が就任する方向とみられます。なお、政府間組織と JV のトップについては数年ごとに3カ国から交代で就任するとされます。交代によって、人事と本部の所在地など、形式上3カ国のバランスを取った形になるわけですね。日本では、どちらの組織の本部もイギリスに置かれるので、日本政府がこれまで掲げていた次期戦闘機を日本国内主導で開発するという前提に反するのではという指摘もあります。しかし、その反面、戦闘機開発においては、イギリスに1日の長がありますし、開発に必要な技術を保持しているので、両組織の本部をイギリスに設置するのは妥当だという声もあります。イギリスが中心となって開発を進めてきたテンペストは、日本の次期戦闘機よりも進んでいたとされ、企業や研究機関がテンペストの開発のためにこれまでに結成したチームテンペストでは、イギリス政府から開発・製造コストを抑え、生産性・効率性・持続性を向上させる技術革新との要求を満たすべく、コンピュータ上で設計作業を行い、試験も可能な限り、現実世界とコンピュータ上の仮想空間を融合させた XR、拡張現実でシミュレーションで行うデジタルエンジニアリングを活用し、製造までの工程を自動化する方針を明らかにしました。これによって、BAE システムズでは2020年航空機開発・製造の拠点にテンペストの開発・製造を行うインダストリー 4.0 ファクトリーを開設、 3D プリンターを活用し部品を製造、その試作品の展示を行っていることなどから、このファクトリーのあるイギリスに政府間組織と JV の本部を設置することは合理的であるという見方が大勢を占めているようです。
各国の技術力を最大限に活用し、戦闘機の設計と製造過程において、革新的な進歩を遂げることを意図しています。例えば、デジタルエンジニアリングの導入により、設計や試験のプロセスが効率化され、コスト削減と生産性の向上が期待されています。また、GCAP には、サウジアラビアも参加を希望しているなど、プロジェクトへの関心は世界的に高まっています。2030年には、初号機の製造が開始される予定で、これにより、各国の航空産業にも大きな影響を与えると見られています。日本、イギリス、イタリアの政府間での条約締結や、複数の企業が協力して設立する共同企業体 JV の構築など、今後の進展が注目されるプロジェクトです。